今日はグレーのスウェットパンツを使ってコーディネートを組んでいきます。インナーはエアリズムコットンオーバーサイズティー、パンツはハイプビーストから出たグレーのスウェットパンツ。1万円で買えるのでコスパ最高です。上下着替え終わったのでここでヘアセットを挟みます。最近はジェルとグリースを混ぜて使ってます。そして本日のトップスは最近古着で購入したオークリーのシャツ。程よくアクセントが効いていてお気に入りです。全身着替え終わったので腕周りをつけていきます。足元はアシックスの白スニーカーを合わせます。本日のコーディネートはこんな感じ。